地方の企業がこれからそのこの人口が縮小していく、その日本の中でですね、その伸ばしていくため、あるいは生き残っていくためにですね、その社長が考えてらっしゃることを教えてください。私はですね、え私どものくばら本家グループというのは、え。はい。永続っていうのが何よりも優先することなんですよ。ですから、イコールですね、永続と結構逆方向にあるのが金だと思うんですよ。例えば何か偽装したとか日付改ざんしたって、で必ずなぜですかって聞いたら、あれそれすると会社が大損しますとか、もう全部金に行くんですよね。じゃなくて、我々は永続のというものさ、常にいろいろなところで毎日社員がいろんなことに事柄にぶち当たります。その時には必ずこの永続っていう物差しで、右に行けばいいか左に行けばいいか判断しなさいっていう判断基準にさせてるんですよ。ですから、まず何よりもこの永続が優先する。価値基準のナンバーワンが永続。金じゃないよっていう。金じゃないと。また、そのためにじゃあどうすればいいか。例えば開発だったり製造グループはいかに本物を求めていくか。本物。やっぱり例えば我々明太だったら、例えばその北海道の卵だったり、いろいろなそういうもう突き詰めていく。やっぱり要するに大量生産型じゃない。量は売らなくていい。企業規模は金額が増えなくていいから、とにかくいいものを突き詰めなさいという考え方。おのずと客単価というのは上がっていくまあわもけちでろんす上がね。るし、人数は少ないです。少ない。少ないけど、そこの市場できちっと取っていかないと我々は残れないと思って。本物。まあそれともう一つはですね、それのまあ付随した部分になるんですけど、やっぱり博多、福岡、九州っていう旗を立てた商品じゃないといけないっていうことです。それはどういうことかというと、まあ、キャベツのタレがそうなんですけど、あれは焼き鳥屋さんのキャベツのタレ、まあ、福岡じゃまだ分かりますよ。あれを東京に持って行ったんですよ。そしたらですね、なんやこれはって、そこうんでなすもん分かね。らんもん持ってくんなって言そうわでれすたん、やね。かましい怒られました。だから、もし考えてもいいけど、ノンオイルドレッシングっていう名前して持ってこい。そしたら考えてもいいって。でもですよ、もしそのノンオイルドレッシングっていう名前にしてたら、もう今ひとたまりもないです。市場にないです。それは大手さんが同じようなものを作ったらもう負けますから。でもあれは博多の焼き鳥屋さんのキャベツのまたれって書いてるから、入り口は非常に入りづらい、狭い。家の入ったら抜けられんみたいなね。競合がいないわけですそうね。です、そうです、そういうことなんですから、守れるわけですよ。イコール永続になるわけです。だから私は、地方の小企業はやっぱりいかに本物を求めていくか、そしていかに地方の旗を立てるかということが、一つ大きな勝負になるんではないかなというふうに考えてます。博多の文化である、ある意味食文化である焼き鳥で、焼き鳥屋さんのあの大皿に乗ってくるキャベツのタレ、これをいわゆるそのまま持っていたってことなんですね。ノンオイルドレッシングと名前変えずに。この文化、食べ方ね、文化一つ食べの方。食べ方、文化ごとそのね、持っ持ってていっく。たっていうことですよね。本物、地方の旗。その2つでしょうか。まあ、それは一方、要するに永続っていう方一方がですね、本物。で、もう一つあると。じゃあ、例えば接客とか総務とかいうのは本物を作ることもできずということになるわけですね。この要するに、そういう人と接する部分の人たちには感動っていう話をしてます。いかにお客様に感動を与えることによって、あなたが好きだから買いに来たわっていう話になるんです、現実的には。もちろん物がいい、好きだから物がいいからってもちろんあります。でもそれもそうだけど、やっぱりあなたが好きだから、あなたに会いたいから買いに来たいっていうお客さんも確実にあるんですよ。ここを徹底的に求めなさいと。ですから、感動と本物っていう言い方をしてます。本物の商品を扱っていて、なおかつその人柄であったり、その接客の、のクオリティが高くて感動できるからこそ、何回もお客さんが通ってきてくれると。そうすると永続に結永続びにつくで結しびょつというく。考え方ですね。永続のために3つ要素があるわけですね。そうですね。本物と地方の旗と、それから感動。これが結びついたら永続になっていくと。まあ、200年の企業が200で年き企るんじゃ業。ないかなということなんですよね。商売っていうのはね、その繁盛する2つ方法が2つあると。1つはね、
特許商品を作る、はい、発行大報道とかね、はいはいはい、ね、はい、当たり前やないですか、はい、特許で守られた商品を作る、うん、はい、そんなもん俺たちは考えきるわけないやないですか、はいはいはい、だからそんな、はい、俺たちは無理って、はい、そんなことせんでいいって、はい、でもう一つだけあると、はい、うん、人よりちょっとうまく、うん、ちょっとうまくを徹底的にする、うん、くじけずする。例えばここの見送りもそうなんですよ、はい、じゃあ何千見送りするのって、はい、あれはその喜んでいただきも非常に喜んでる、はい、でもあれはどういうことからスタートかすると、はい、結局この、その福岡の市内に5万棟明太屋さんあるよって、はいはい、なのにわざわざこんな田舎にこんなにたくさん来ていただけるとよって、はい、ありがたいと思わんっていう発想ですね、はい、そしたらその気持ち、ありがたい感謝の気持ちをどう表現するっていうことで、まあ、一つはコーヒーっていう話と、はい、一つはあの見送りっていう話が出た。じゃあコーヒーって普通無料のコーヒーありますよ、はい、でもポットに置いてあって紙コップが置いてあるね、セールフ50、はい、じゃないやろって、はい、我々はやっぱり喫茶店みたいにきちっと聞いてきちっとお持ちする。しかもあのコーヒー豆は高いもん、要するにただだから安くていいだろうじゃないやろ、ただだから高くないちゃいかんじゃないという発想なんですね。でそして気持ちを表そう、はい、じゃあお見送りはって言った時は、はい、あれもまさしくお見送りしたいよね、うん、安全に帰っていただきたいよねっていう発想なんですね、うん、だからみんなでお見送りしようやと。例えばそれともう一つ言えばね、はい、例えば工場の社員がこう通るんですよね、はい、白い服着てね、はい、だからその彼らもちゃんとご挨拶しなさいって言ってるんですよ。だからそれをちゃんとしてくれる。そしたらやっぱり確かに店員さんは挨拶するのはそれは当たり前かなと、はいはい、でも工場の人まで挨拶してくれたってやっぱものすごく喜んでいただけるんですね。でもそれって難しいことじゃないですよ、うん、みんな分かって、そうちょこっとですよ、うん、ちょこっとですよ、はい、でもそれをみんなで徹底的にすればすごい差別化するんですね。なるほど、うん、こういう理論なんですよ私は。だから我々ができるのはそんな難しいことはできん、はい、だからちょこっとうまくね、それを徹底的にやっぱりこだわってずっとすれば、はい、こんなに違ってくるよ。それがお客さんに支持していただいてまた永続になるし、はいはい、それが我々の給料になるんだよっていう考えですね。なるほど、ちょっとこだわったものを徹底的に それでいいんですよ。ただ徹底的にはできるんですよ、なかなかね、難しい、うん、それやっぱりこう根性で頑張らないかん、はい、継続させなきゃいけない。そうです、私もだからその命令するとできない、はい、だからみんなでやろうや。ただし私がこう見ててできてなかったらもうやっかましい、はい、怒鳴り込んでここでやっかましい言います。まあ今言いません、もうそういうことを繰り返すことによってまあできるようになった、フードになってきたんですね。そうそうなんですね、まさにフードなんですよ、文化なんですよね、企業のそれは当たり前の文化になるんですよ、うん、これまでが大変ですよ。でも文化になったら当たり前のことだから、だからこのゼロの視点をいかに上げていくかですからね、はいはい、これは当たり前になってくるわけですよ、はいはい、そうすると企業っていうのは確実に永続に私は迎えるんではないかなと思ってます。